それではスターティンググリッドをご紹介していきましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー11番です。レーシングチームワールド佐藤柚月。さあ今回はストップザ佐藤が合言葉だったんですけれども、しっかりとねタイトラからトップをキープしていきました佐藤柚月がポールからのスタートとなります。セカンドカーナンバー8番サーティーズレーシング秋枝陸。3番グリッド7番トリプル A モータースポーツ田崎修馬。この3台が予選ヒートでも競り合っております。4番グリッド18番ティームエマティ中井優斗。5番グリッド22番家計レーシングチーム市宮壮太郎。6番グリッド10番ラムレーシング土橋光太。以上がトップ6です。グリーンフラッグがフライまして混戦です。7番グリッド55番 ERS ウィズサクセス石部壮太郎。8番手34番ラムレーシング金子純也。9番手30番サーティーズレーシング徳岡大河。10番手58番 ERS ウィズサクセス関口俊。11番手21番ラムレーシング井上龍太。12番手14番 HRS ジャパン新谷翔馬。13番手20番 HRS ジャパン古来拓馬。14番手66番 AAA モータースポーツ井上瑞希。15番手32番 COB カート服部空。16番手42番 HRS ジャパン白石伊織。17番手88番 A 校クインティンルー。18番手24番 HRS ジャパン白石ウルハ。以上の18台です。最終コーナーから立ち上がってきます。ポールスタート、蛍光グリーンのカラーリング佐藤柚月。あら1台はみ出しちゃった。はい戻りました。そしてあららスタートが、あーこれはちょっと切られませんね。なんか2番手の秋枝陸とトップの佐藤柚月のなんかこう足並みが揃わなかったというか、佐藤柚月のアクセルウォーク早かったのかどうなのか分かんないんですけど、ピューンと行きましたね。さあこれでもう一周です。試験から最終コーナーへと向かっています。おさらいしましょう。ポールは佐藤柚月カーナンバー11番、セカンドはカーナンバー8番の秋枝陸、3番手田崎修馬、4番手中井優斗です。グリッドについています。最終コーナーから立ち上がってきました。まずは佐藤です。中井もいいスタートを切っていったんですけれども、1コーナーはイン側だけど2コーナーはアウト側ということでちょっと離れて4番手あたりでしょうか。さあそして3コーナーの手前ではラインが交錯をしていきます。まずはトップ2が順当に抜けてきた形になりました。佐藤と秋枝、そして3番手には土橋光太が上がりました。4番手には中井、5番手に田崎がドロップ、6番手に金子、7番手にカーナンバー14番、新谷翔馬が一気に上がってきました。12番グリッドから上がってきた形になります。トップ2が頭一つ抜け出した3番手土橋はそれについていくことができるか。最終コーナーから立ち上がってきます。まずはトップ2佐藤、そして秋枝、3番手土橋、田崎の後ろから中井がどんどん迫ってくる。さあカーナンバー10番の土橋、3番手以降が連なって今1コーナーから2コーナーへと入っていきました。さあ中井、金子の後ろ新谷、そして関口、55番は石部、21番井上とずらーっと長い列になっています。3コーナー等では大きな混乱はなさそうです。下り 25R、 佐藤の後ろの秋枝はコンマ3秒差、その後ろコンマ5秒差で3番手の土橋がいる。その後ろは長い列になっている。佐藤と秋枝が逃げるのか。まず秋枝は佐藤を捕まえておかないとと
の序盤の課題なんですけれども、佐藤この決勝もいいペースで帰ってきますね。この1周では51秒1です。さあしかし後ろのドライバーも負けてはいません。50秒9を出しているのが田崎修馬。田崎修馬は4番手でホームストレートを通過していきましたが、1コーナーから2コーナーで3番手に上がりまして、現在3番手スタンディンググリッドに戻った形となっています。トップ佐藤に2番手秋枝も近づいていきますね。この決勝は離さないという感じが見えます。田崎のペースもいいです。土橋をかわした田崎、一気に前の2台に追いついてきました。5番手には中井優斗、6番手新谷、7番手金子、8番手は石部、9番手井上、10番手一宮、ここまでが一覧となっています。11番手争いなんですが、カーナンバー30番の徳岡大河が上がってきて、その後ろに井上瑞稀、関口俊、さらにアウトサイドからクイキンが行きましたね。クイキン先ほどの予選の時にはフォースアウトをしたりしていましたが、2コーナーからの立ち上がりにはアウトサイドにマシンを振っちゃって、後ろから白石よりにもイン側締められちゃってる感じになってますが、どうでしょう。まずは当たらず行きたいところです。白石も予選の時には悔しい思いをしています。クインティ白石、その後ろには古来あたりがいるでしょうか。服部空もその後ろにつけているのが見えますね。さあ先頭の3台が形成されます。田崎修馬あっという間に前に追いついてきまして、佐藤柚木の後ろ秋枝、そして3番手田崎までが一段となっています。4番手土橋は単独、5番手6番手テールトゥーノーズですが、7番手の後ろ新谷あたりの後ろでですね、非常に激しいバトルが起きています。井上龍太、泉谷と高架、このあたりですね、3コーナーの手前までそのバトルが続いています。さあトップ3もちょっと目が離せなくなってきました。佐藤柚木に対して秋枝と田崎、特に田崎のスターティンググリッドからちょっと落ちたところからの追い上げが素晴らしいですね。秋枝をテールトゥーノーズに捉えていますが、これはでも悩みどころですね。秋枝とバトルをしてしまったら佐藤から離れてしまうし、かといって秋枝のペースが上がらなかったら早く前に出ていかないと佐藤を逃がしてしまうし、田崎修馬ここは試案のしどころ。1コーナー入っていきました。田崎修馬ここで仕掛けました。5周終了、6周目、田崎2番手に上がります。ラフタイプには田崎の方が速いタイプですから、秋枝はここは逆襲をするについていきたい。佐藤柚木を捕まえてからバトルモードに入りたいところです。4番手土橋は単独になっていますが、前のペースにはちょっと及ばないかなというところ。5番手争いですが、金子純也が上がってきました。5番手に金子、6番手に中井、7番手に新谷となっています。少しだけ離れて8番手単独、55番の石部、9番手21番、オレンジのヘルメットにドラゴンのカラーリング、井上、その後ろ1秒をかわして徳岡が今度こそ上がれるか。右側からごっつぁんしてきたのは関口俊太、あ違うごめん、ごっつぁんしてきたのはこれは井上瑞稀か。さあ井上瑞稀ですね、ヘルメットの色が似てました、申し訳ない。66番の井上です。その後ろの徳岡、白石です。関口は大きくドロップしてましたね。さあということで今6周終了、7周目です。さあ下り 25R、トップ3接近したまま周回をしております。ラップタイム的には4番手以降とほぼ変わらない状況です。牽制をし合っているからなんでしょうか。ただ変わらないということは詰まってこないということですから、このペースで悪くないというところなんですが、7周終了、8周目。さあここでファーストストをマークしたのは現在8番手単独になっているオレンジ色のヘルメット、カーナンバー55番の石部です。前に近づいてきましたね。単独というよりは今3コーナーから4コーナーに向かっていく前の3台にぐっと近づいてきました。カーナンバー55番石部、下り 25R に差し掛かって、あっという間に前の新谷翔馬を捕まえました。さあバトルはトップ争い3台、4番手は単独、
5番手争いが4台、その後ろ9番手争いが長い列で引っ張っているのは井上龍という形になっています。井上龍太、高岡大河で、井上瑞稀、市宮宗太郎、その後ろに白石ゆるは、白石よりクインティン、服部沙羅、関口俊、その後ろにもう一台ということになりましたね。古来拓磨だと思いますが、ここで決勝は折り返しとなります。ジュニアマックス、トップ2が自己ベストをマークしました。56秒6の佐藤と56秒5の田崎、秋枝は50秒7というところになっています。秋枝若干前の2台にはついていくのが辛くなってきたか。さあ、そしてトップは田崎修馬に変わります。これがどう動いていくかです。さあ、田崎修馬がいよいよ佐藤柚月を止めるのか、結局佐藤柚月が前に出てくるのか。後半戦です。九州終了10周目さあ、1コーナーから2コーナーでまた佐藤が前に出てきます。この2台はまだまだ分かりませんよ。さあ、そして1台止まってしまったのは白石よりだ。このヘルメット、これは止まってしまいました。カーナンバー42番、追い上げていたんですけれども、ここでストップです。体は大丈夫でしょうか。さあ、その横をトップ3が通過をしていきます。帰ってくると10周終了、またまた佐藤柚月に変わりました。田崎修馬は1回前に出ましたけれども、あー、そして佐藤柚月やらかした。最終コーナー、縁石を乗り越えて足を落としてしまった佐藤柚月、なんとかコントロールをして戻ってきましたけれども、3番手にドロップ。もうこれは完全にですね、アウトサイドに膨れすぎたというパターンです。さあ、なんとかトップをキープして後ろを引き離したかったでありましょう。佐藤柚月珍しくミスをしました。これでトップは田崎、2番手に明枝、3番手に佐藤という形になりました。さあ、そして明枝が入る、ヘアピンインサイド飛び込んだ。さあ、この明枝の動きは佐藤にとってはラッキーかも。前が詰まります。明枝と田崎、佐藤がもう1回いける前になった、入る、これは入るでしょう。最終コーナー立ち上がってきました。2番手に浮上、今のはいい判断です。ここで見ていてはいけません。佐藤柚月2番手に上がります。さあ、秋枝を追います。残り周回数は5周、秋枝力カーナンバー8番です。今シーズンは4位7位というところで、ランキングは6番手。後ろを引き離しにかかりたいんだけれども、さあ、どうなっていくでしょうか。さあ、ジュニアマックスクラスは常にステップアッパーも交えてのレースということになるわけですが、そんなドライバーの一人であります秋枝、去年のランキング2位の佐藤柚月を従えて走っているという形になっておりますね。田崎修馬は去年からジュニアマックスに出ていましたので、さあ、どうだ、1コーナー、佐藤と同じ土俵で去年から戦ってきたわけですが、佐藤が粘る粘る粘る、1コーナーから2コーナー粘った、そして若干失速、土橋がそのインサイドをついていく。カーナンバー10番土橋光太、出番がやってきたという感じで入っていきました。3番手に浮上です。4番手田崎、5番手金子もこのバトルに乗じてじわじわと前に近づいてきた。6番手以降はね、前から大きく離れてしまいました。6番手には現在石部宗太郎、7番手に中井優斗、8番手なんですけども、ここは新谷翔馬が8番手に上がって、9番手に徳岡大河、そして10番手市宮宗太郎となっています。さあ、最終コーナーから立ち上がって、さあ、三つ覚えになったのは3番手争い。1コーナー、田崎修馬がなんとか3番手キープしていますが、後ろから土橋と金子が襲いかかってくる。3コーナーの手前、インナーにマシンを振って、田崎はアウトターンからそのまま落ち着いていきました田崎修馬です。さあ、しかしこれでトップの秋枝は完全に単独になりました。2番手の佐藤柚月に1秒3の差をつけまして独走です。
ラップタイムも50秒4と他のドライバーよりもコンマ6、7は確実に速いタイムになってますね。佐藤柚月なんかは51秒2、田崎は51秒6というところです。さあ最終コーナーから立ち上がってくる、残り周回数は2周、秋枝凛子、これはもう決まりかという感じになってきました。さあ秋枝凛子ここに来てファステスト、残り周回数は2周、秋枝のファステスト、太田市宮幸太郎も塗り替えました。市宮ファステスト50秒46、現在10番手、ガーナスは22番。後方でも自分との戦い、周りの状況との戦いが起こっておりますが、トップは秋枝が取って、さあ佐藤柚月の3連勝は秋枝が阻んでいくこととなりそうですが、2番手佐藤と3番手田崎、前に追いつくのはもう難しいけれども、2番手3番手争いはまだやりそうですよね。4番手土橋と5番手金子のこの2台もまだバトル最後ありそうです。そして6番手は単独になった石毛、7番手単独中井、8番手新谷は後ろの徳岡と市宮から逃れられるか、徳岡入りたいがこれはダメ、ちょっときつかったね。今のは1コーナー後ろから市宮と井上も来ております。これがファイナルラップ。さあ2番手3番手ですがどうなる、佐藤は消えたい、田崎は追い上げているが、もうちょっと近づいたらっていうところなんですけども、下り 25R ちょっと届かない、その後ろの土橋と金子も届く場合ではない、ヘアピンから佐藤柚月はここに来て守るなんてことはしないと思うので、このまま駆け抜けてくるでしょう。さあ最終セクションチェッカーフラッグが用意されます。カーナンバー8番秋枝陸、今シーズン初優勝、ジュニアマックスの初優勝ですね。他のね、2番手佐藤、3番手田崎がそのままチェッカー、4番手土橋、5番手金子も変われず、6番手石部、7番手中井、8番手争いは井上が制しまして、9番手徳岡チェッカーを受けていきます。その後ろもすごい詰まってましたよね。徳岡の後ろは一宮が上がって、新谷で服部、白石エルハ、クインティン、関口、古来、井上瑞稀、このようにチェッカーを受けていっております。以上、ジュニアマックスクラス18台出走、17台のチェッカーでした。